はい、皆さんこんにちは、雄豊高校です。本日は春の甲子園大会準決勝を戦っていきたいと思います。準々決勝は、マーク相手だったんです。なかなかやっぱみんな手こずっていたっていう感じでしたね。なのでこのね、準決勝は打つっていう、打ち勝つこう試合になっていけばなというふうに思ってます。と、確か、京都の嵐山は練習試合で逆転勝ちした相手です。第1試合の模様をお届けいたします。一塁側愛媛代表西の横綱高校チーム、三塁側京都代表名門嵐山。やっぱ変わりません。スタンドは満員のお客さんで待っています。先発メンバーはご覧に、うぎゃーうぎゃー。ワンアウトランナー一塁という場面、バッターは新3年生リオ安打製造機小倉。そうっすね、変わらないっすね。ただやっぱいきなり取られたら痛いな。ピッチャー陣は変わってないみたいですね。第9投げました、高めボール、投げました、インコース高めです。お互いそんなにこう変えずに来てます。第3球は見送ってくれ、入れてきますね。第9球を投げました、打った、ピッチャーランナー、これで2アウト。あ、逆転した。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターはリオの安打製造機小倉。最初のバッターボックスからピッチャーライナーに倒れています。逆転しました。第2球投げたのでストレート、バッター追い込まれました。高校通算12ホーマー小倉。第3球をなかなかやっぱ投げた、セカンド下にアウト、これでワンアウト、ランナーがありません。高校チーム、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面で、バッターは新3年生柿沼。第1打席はファールフライに倒れています。マウンド上ピッチャーはリオの速球王田口。さあ持ち前の振動が力を発揮するのか。完全に外れた、もうちょっとカーブがなかなかコントロール定まってないかな。投げた、ボール高め、投げた、打ちました、まあ最低限アウト、ボールを掴んだ、アウト。高校チーム、なおもピンチが続きます。ピンチヒッターは鍵山。全身戦でええと思うで。第9投げた、ストレート、膝が厳しい球でした、いきなり150キロ。第2球、相手はしかしもう諦めたのか。代打出すと勝負かけてきた。投げました、インロー、空振り、追い込んでいます。いいね、あのインローのストレートバンバン決まるね。投げました、ストレートはもうデッドボールだけは気をつける。投げました、振り切ってボール、ちょっとあれだね、見極められて。第6球を投げました、外れたか、際どいところでしたがフォアボールです。ゲッツリか。さあここはゲッツーシフトを敷きます。打ちました、引っ掛けた、ちょっと OKOK、 これでちょっと開くランナーは1塁3塁変わりません。こういう時に長打打たれたりすることもあるか。カーブはボール、まずは一度第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、ボース、キャバイ投げた、うわー、捉えられた。レフト前クリーンヒット、嵐山1点返しました。田辺タイムリー、高校チーム、なおもピンチが続きます。第9球外角低め、ボール。第2球投げた、やばい、うわマジか。いやー、でもアウトコースの低め打たれたらな。高校チーム、追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で、バッターは新3年生リオの安打製造機小倉。今日はピッチャーライナーとセカンドのタッチはセーフ。もう一回ここに一塁へ牽制球を送ります。
ただね、相手が早めに継投してきたから、スタミナを使い古せば我々に勝機はあるかもしれない。いやー入ったか。次は5球目。あーやばい、もう人伸びない。人伸びねえな。これでツーアウト。はあ、高校チーム、ここは踏ん張りどころ。ワンアウトランナー2塁という場面で、バッターは新3年生田丸。今日はここまで3打数2安打1三振、初球外れても、どうする。投げました。外の球、空振り。カーブに全くタイミング合いません。ここも長谷川使った方がいいのかな。投げました。どう、なんか合ってんだよね、彼がね。しょうがないけどね。ここはもう長谷川で回すか。うわー、ラッキーボーイだった。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9投げました。シュートはストレート。まずは決めてきました。さあ、次の投球。2球目空振り。インコースのボール球を振らせました。第3球を投げました。さっきな、低め打たれてるからね。アウトコース低め。第4球を投げた。これは打ち上げた。取ってこれで3アウトチェンジ。アダシアン、サードランナー残塁。7回の表が終わって5対3です。なかなか、うわ、アラシアンリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは新3年生浮田。さあ、ここはゲッツー体勢を取ります。引っ掛けたいね。1塁牽制、タッチセーフ。第2球投げた。2球目から振り、少し意識しすぎたか。第3球を1塁ランナー走った。ちょっと今アウトコースやったから。さあ4球目。そうだね、1球やっぱインコース。第5球投げた。第3球低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ、ここはゲッツーシフトを敷きます。低く低く。さあ、次の投球。うわボールが中継。中間ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあ、ここはゲッツー体勢を取りました。第2球ナイス。ここで取られると致命傷だけど。上位か、上位からか。頼むね。なんかね、あれだよ。見た方がいい。そうか。もったいないな。うわー、抜けた。おめえ、打っちゃおうか。どうしようか。どうしようかな。どうも安藤が。安藤だ。うん、OK。
三好が当たってねえけど、ここで当たるとな。外野にできれば飛ばしてほしいけど。タイミング待って、早いんだよね、早い。早打ちしておいて。アンドリューだ、バントさせたのマジで。うえー、入っとんかい今。第3球を投げたのはアウトコース、外れたボール。点が取れるか取れないかで変わってくる。投げた低めボールだ。うわー、勝負を変えてる。アウトコース、3アウトチェンジ。高校チーム結局ランナー2人残塁。8回の裏が終わりまして5対3です。マジか。9回の裏2点を追いかけます。そうなんだ。高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは草野。高校チームここはなんとか塁に出たいところ。痛いよね。1球出るしかない。見送ってストライク。ああ。見送りました。第2球ボール。今のボールか。早えな、早えな。第4球も投げました。打ちました。そうか。スタンドに入りました。さあ、今度は5球目。投げました。外角高め、際どい球。ボール。ただ、ランナー出てホームランが出れば一気に同点だから。投げました。打ちました。あー、際どい。あー。ヘッドスライディングは間に合いませんでした。アウトです。さあ、ラッキーボールの本領を発揮してほしい。第9投げました。初球シュート空振り。そうね。1球目空振りか。第2球投げた。打ちました。中の飛行体。バブグランドボールを掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターはピッチャー長谷川。なんかあれだね、練習試合と逆のパターンだよこれ。ライダー宇田川。高校チーム、スライドのバッターになるのか。さあ、主砲を研ぎ澄ませていきます。第9。投げた、ストライク。完全に釣り玉だもんね、今。初球、空振りから。投げた、ストライク。2万、都会中を欲しいところです。今のは振ってほしかった。第3球を。投げた、打ちました。スタンドに入りました、パーク。投げた、打ちました。第5球投げました。帰り打ちじゃん。高校チーム準決勝で散ってしまいました。残念ながら春の甲子園大会準決勝戦で散ってしまいました。田口はあれ失投じゃないからね、仕方がないんだよね、あのホームランは。決してこれはうぬんかんぬんとかっていう話ちゃうけどな。ちょっとなんかあれだね、スカッとしないような感じで終わったんで、残念ながら。あー、18で止まっちゃった。深球大事。さあ、じゃあ今年ね集めたスカウトは確か5人だったと思うんですけど、すいません数が曖昧で、どんな感じか見ていきましょうか。なんかこの辺しょっぱいな。決して悪いわけじゃないんだよね。そう、伸び A、 大井沼くん。ただ彼がすごい微妙だった。吉野くん、泉くんはまあまあだね。いい感じです。で、中溝くん。軽い球持ちがちょっと気になるかな。石崎くん、146か。で、百瀬くんは205へ。ここがちょっと微妙だね。どうしようか。キャッチャーが相当あれだね。飽和状態になる。あんまり変わんないよね。
なんとも言えん結果だな、これは。200超え1人か。ということで、まあこんな感じで今回は終わるわけなんですけども、どうでしょうか、内容としては。なんかねえっていうところあるかもしれないですね。うん、まあこれはもうしょうがないですね。なのでちょっと次の動画からまた切り替えていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画出しますのでよろしくお願いいたします。ではさよなら。